何を言っても口出しばかりする先輩保育士。どうすればいいのか聞いても、やだ、それを考えるのは優香先生の仕事じゃない、ばっちゃ悪いわ。どうすることもできない私に、一人の保護者がスカッと言ってくれました。これは私がクラス担任になった時のお話です。私のクラスには私の他に先輩の非常勤の保育士さんが可愛でいたのですが、その先生がちょっと困った人で。じゃあお昼寝終わった後にクリスマスが近いので、クリスマスの制作を。担任は優香先生だから、あんまり口出すのもあれなんだけど、私の経験上ね、お昼寝の後は体を動かすことの方が集中力も上がっていいかなと思うけど。そうですよね。じゃあそうします。じゃあそしたらその後にクリスマスの制作をしようと思うので、その準備をお願い。でね、確かにクリスマスが近いからっていうのは分かるんだけど、ただクリスマスの制作じゃ子供たちもつまらないと思うよね。ああ、なるほど。じゃあおすすめの制作とかあったら教えてください。やだ、それを考えるのは優香先生の仕事じゃない、ばっちゃ悪いわ。私より歴が長いその保育士さんは、こんな感じで何かと私のやり方に口を出してきました。口出しされる日々に疲れてきた、そんな中保育参観の日がありました。じゃあこのももちゃんの席は一緒に見てもらって、私は前で喋るので、こんな感じで段取り通り補助の方よろしくお願いします。任せてね。はい、それでは保護者の皆様はお子様の隣に行って一緒に料理を。ああ、違います違います、横につかなくていいのでね、ただ隣で見守っててあげてください。え、田鶴子先生、さっきの打ち合わせではちゃんと保護者の方と一緒にって。そんなの聞いてないわよ。一緒にやっちゃったら園児の成長にならないじゃないの。いや、でも今日は親子クッキングだから一緒にって前々から聞いてないわよ、そんなの。何度も伝えたんですけど、一応同意してくださったじゃないですか。そんなの同意した覚えありませんけどね。保育士同士の意見の食い違いを心配そうに見つめる保護者の方たちの目もあり、いい加減口出しされるのに疲れてしまっていた私は、いっそ諦めて私が折れようかと思っていたその時でした。優香先生は保護者と子供が一緒に料理するってことで以前からお知らせくださってたと思うんですけど。そうでしたか。いや、でもね、お子様たちの成長の機会にしないといけませんし、それはね。私たちは保護者と一緒にって以前からお知らせいただいてましたよ。私たちも特にそれで不満ないですし、優香先生の言ってることが正しいんじゃないでしょうか。もちろん田鶴子先生にも日々お世話になっているので、どちらが正しいっていうのはあれなんですけど、でもこのクラスの担任は優香先生ですから、自信持ってくださいね。ありがとうございます。今日娘も楽しみにしてたんです。普段なかなか一緒に料理する機会って作ってあげられてなかったから。横につけばいいんですよね。はい、そうね、普段一緒にやる機会あまりないものね。たまにはいいんじゃないかしら。よし、そしたらいっぱいおいしいご飯作ろうね。みんなどんなの作れるかな、楽しみだね。こうして保護者の方のおかげで無事に段取り通りに保育参観を終えることができました。無事に終わったこともさることながら、保護者の方が保育士歴の長い先生より私の言葉を信じてくださったのが何より嬉しかったです。